ぱま工場へようこそ。私はおっぱま工場長の高橋です。今日は皆さんに新型ノート e パワーの生産工場をご紹介いたします。ペッパーの状態から成形して魚肉をカットして、製品になりますと。大体1分間に14枚ぐらい、作れます。で、1時間に大体600ぐらいですかね、 SPH600 ぐらいの生産能力があります。プレスファミリーみんなで、事前準備を入念に行って立ち上げに臨んだと。こっちのラインに合わせるように改造するのがとても大変で、いろんな困難はありますけど、一つ一つ解決しながらやってます。プラットフォームって言って、車の床面が今までの車と違う形状だったので、形状の違うものを同じラインで流すのは少し大変でした。新車ならば全部ここでできましたけど、九州からの移管になりましたから初めての作業になりました。もちろん世界で初めての、e パワーなので、ぜひ売れる車になってほしいし、我々は力の限り作ってますので、お客様にもそれが伝わればいいなと思います。新しい色で4色、それからオッパム工場にない色で8色ぐらいですか、新しい色を短期間で立ち上げるということで、従来半年以上かかるものを我々の工夫でですね、非常にこう短い期間で色を準備することと、より色がですね、鮮やかに見えるような特別な工法を取り入れて、今回採用してお客様にアピールをしていきたいというふうに思っています。今回新たにバッテリーがトリム工程でつく、になっていますので、ちょっとその辺の工順を決めるのが大変苦労しました。実際ラインに入る前に、かなりの期間の習熟の訓練、基本のところ、そこもみっちりやって、それからラインに入れてというところですよね。久々におっぱまの二色というところがあって、久々に活気が良くなっていると思います。e パワーは今までどの日産の工場でも作ったことがないユニットで、自分も初めて見ますし、新しい技術がたくさん入っていて、勉強もしなきゃわからない点がたくさんあるっていうところから、大変でした。電気自動車の検査にガソリンエンジンの検査を加えたような検査をすれば、全く問題なく検査ができました。この e パワーというのは、従業員がやっぱりまず乗ってもらって、自分たちの車の作る威力だとか良さなんかを体感して、その良さをお客様に伝えるということで、従業員がモチベーション高くこのプロジェクトに取り組みました。これまで APW のスタンダードでトップランナーを走るっていうこのオッパマ工場で、このノートを作らせていただくにあたってはですね、最高の品質であり、最高のやっぱり同期生産を追求した工場で作りたいということでですね、全員でですね、いろんな新しいチャレンジもありました、厳しいチャレンジもありましたけれども、この車がオッパマに来たことをすごく感謝しています。